としてはね2が出てほしいんだよね。で、4。じゃあペリー千葉の二の駅に出発しまーす。大都会千葉へ向けてレッツゴー。これが有名な万葉軒さんです。シューマイ弁当、あれ貝のやつ知ってる？貝の形をしたお弁当。何それ、え、知らないの？知らない。君は本当千葉県民かい？千葉県民っていうか、マキナさんは、うん、マキナさんの住んでるところがマキナ県、うん、有名。おろしてるよ、マキナ県。おろしてないよ。おろしてる、おろしてる。おろしてる。アサリ、アサリのやつが有名なんだ。あ、うん、アサリの弁当は知らなかった。多分ね、ここと千葉駅くらいでしか買えないと思う、その形をしたやつは。確かだよ。ここだよ。一応このペリエっていうところにね、あるらしいんだけど、あるこっちじゃないのかな、こっちじゃない。ペリエ何個かあるんですか、うん、そう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 、なんか2、3個あるんですよ。こっちじゃない方のペリエ、こっちじゃない方のペリエかな。ちょっとスマホで見てみよう。一応調べるとね、3階にあるらしいんだけど、 JR 千葉駅駅中3階、駅中改札階、うん、じゃあ入場券買おう。入場券買っていきましょう。うん、はい、じゃあ入場券買ってね、今駅中に入って、ありましたね、二野駅、15番なんで、まあそこへ行きたいと思います。はい、じゃあ二野駅千葉でこのピーナッツガレット、買ったので、まあ、これ食べていきましょう。はい、やっぱ千葉県といえばねピーナッツなんで、うん、ピーナッツは八街が有名です。そうですね、八ピーって言ってバカにしてなかった？バカにはしないです。八街の人も八ピーだ八ピーだって言って、わかんない、八街は八ぼこりだと思う。ああ、すごいよね駅前。すごいです。なんかもう最近行ってないからわかんないけど、今もそうなのか。この間もテレビやってましたけど、なんすか、おいしい。うん、ピーナッツだね。さっきもね駅中でピーナッツ試食させてもらったんですけど、まあ、あれどっかの店でちょっと買っていきたいよね。うん、多分あれどこの店でもあると思うんで、あの種類は全20種類とか言ってました。うん、千葉駅の中のこの細野駅の店員さんはすごい笑顔が素敵で、うん、すごい人だったね。すごい優しいです、うん、で地図をくれました。細野駅のこれから細野駅もあるんだよって言ったら、あ、これ使おうか、あの画面の横あたりに、このあたりにこうくるやつ、うん、って感じですね、うん、優しいです。はい、それじゃあペリエ千葉の草野駅ですね、行きましたんで印をつけていきましょう。ちょっともうこれは持ってて申し訳ないね、あの俺がビデオ構えながら印をつけていくんで、こっちか。はい、ペリエ千葉草野駅です。イエーイ。はい、じゃあはい、じゃあ回していきましょう。いつの時代それ。いやでもうちの視聴者さんはそういう世代わかると思う。本当ですか、うん、ちょうど今ちょうどそういう世代かって言われたらそういう世代したいけど、わかる世代ではある。1しか出さないからね。でも次は俺1出してほしい。次はちょっと行きたいとこなのよ。任せろ、うん、タイムリーだよ。で3 3ってとこ多分もう千葉県を脱出する。千葉県を脱出しない。横と、あ、横とか、横と、横とどこだっけな、あ、多分近い、多分近い、横と乗ってる、横と乗ってます。あ、千葉市花見川区、うん、同じ千葉市ですね。そうそうそうだね。うーん、まあ、ペースとしては全然いいペースだね。いいペースですね、うん、ではではでは横とのスタノ駅に出発しまーす。ご覧ください、
ぶら下がり式モノレールです。こうレールがずっと上に続いています。あ、そっか、もう俺たちは別にもうこれ普通だけど。そうですよ、なかなかないんだよねこれ。そうですそうです。なんか千葉とどっかもう一つぐらいしかないのかな。で、なんか外国の方から見ると電車が逆向きに走っているという風に見えるんですって。そう、我々はこのぶら下がり式モノレールというのを慣れてるんですが、まあ、ちょっと珍しいかな。千葉県かな。慣れてるっていうか、うん、俺一番最初モノレールって絶対ぶら下がってるものだと思ってたの。あ、で羽田空港行くときモノレール乗るじゃん、はい、これモノレールじゃなくねって思ったもん普通に。あ、そういうことですね。ぶら下がってるのがモノレールだと思ってたから、それはでもマジで思った。 あれ、これモノレールじゃないけど乗っていいのみたいな。あ、そういうことですね。そう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 、千葉県内結構モノレール多いですよね、うん、でもね、そういう意味では。あ、横戸町って書いてあるもんね、ここ。うん、横戸町結構進みは早いよ。だってまだ12時前だから。そうです、ね、11時前でも半分くらい来てるから。おお。ただこっから先ちょっと遠くなるからね、この先は。うんうん、秋葉とか出すと多分相当時間取られると思うよ。お、秋葉、秋葉だ。秋葉はどうせあれでしょ、なんか店舗みたいなのがポコってあるくらいでしょ。一番最初のカソリは本当にさ、うん、なんかこうね、その地元のギターみたいなイメージ、ね、あ、あれじゃん、あのミニストップの下に。おまだ見えないですね、これの画面だと見えないですけど、第一村人発見お、来た。でもミニストップじゃん、ミニストップの隣だね。あ、ここ佐野駅。あ、着いた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 。てってれー、なんかアサリご飯みたいなこと書いてますよ。アサリご飯みたいな。ちょうど昼時期だしね。いいですね。いや本当は、お昼のところを引き当てて欲しかったのよ。もう通過しちゃったけど、はい、ちょうどいい時間になるから、うん、いいとこに組み込んだのに、マキナちゃん引いてくれなかったから、3とかなんか引き出したからいきなりいやだってなんか1ばか引くなみたいなこと言われたからあ、じゃあここは3出す流れなのかなって思ったんじゃないですかまあでもちょっとここでもしお昼が取れれば、お腹減ってる？さっきなんかゴーフレットとかいろいろ食ったけど。そうですね頑張る。まあちょっと見てみよう。はい、ではよし、じゃあ行きます。ワープ、シュ。はい、ふさの駅の横戸店です。横戸店ではなんかふさだま食べてますよ。ああ、ほんとだ。なんかふさだま、やばい、ふさだまだね。強いっす横戸店強い。え、どれ？あー、卵ジェラート超美味しそう。美味しそう。アイスにしよう、ここは。そう、お弁当的なのはないんで。残念。トリプルご飯は食べられないかもしれない。うん、このままだとね。うん、でも、もう、だからあそこ本当に引いて欲しかったんだよ。あそこ。じゃあビンゴロさんもいいの？よかったんですか？ビンゴロさん、当てないって言ったんですけど。あ、そっか。確率はまだあるってことね。そう、うん。もう確率ないからね。戻らないから。戻れないから。うん、そう。じゃあちょっとここはアイスを買っていきましょうか。買っていきましょう。ふさの卵ジェラート、これは美味しいらしいんです、このふさの卵。そう、かふさ玉の、ふさ玉を放ちたいと言ってる子がいるんで全国のみんなオラにふさ玉を分けてくれ。ふさ玉なんて千葉県民にしか分けられないでしょ、全国は全国のみんなふさ玉なんて持ってないからそうですね、千葉県のみんなしか持ってないよ。千葉県に足を踏み入れてしまったものしか持ってない。そうそうそう。じゃあアイス食べよう。これ卵、草の卵ジェラート。草、そんな立ってくるの？お、お、なんか濃厚な感じ。あ、卵の味がする。それ超うまそうなんだよね。これはあの落花生みたいなやつ。ちょっと卵持ってるよ。落花生ジェラート。落花生、いただいていいですか？いいよいいよ。粒の小さい方にしてって言ったら、なんかマキナちゃん間違えて落花生のでっかいやつのある落花生。ああ、そうだよね。
ラッシュとても落花生。あんこも俺ね、粒あんとか苦手なのよ。こしあんじゃなきゃ食えないっていう人だから、うん、贅沢だな。粒あんの方が美味しいよね。豆の味がするっていう感じですね。はい、はい、じゃあ今振ってます。秋葉はきついんだよな多分。オープンザドア。僕ら3、進むね。鎌ヶ谷。鎌ヶ谷だね、鎌ヶ谷。鎌ヶ谷。だいぶ進みが早い。だいぶ1133。1133。極端だね。素晴らしい。平均すると2って真ん中、中央だね。中央値。これでもあれでしょ、ここでなんか、ちゃんと3を出さないと、ここでまた3を出したら、ああ、戻るみたいな。戻るの戻らないよ。戻らない。だから永遠にクリアできる。永遠に成田と、クリアもうなんか行ったり来たりするから、そうさまよう、まあ、ちゃんとそう通過すれば OK っていう感じです。そういう感じですか。あと1回3が出ればもうクリア。お、クリアじゃん、やった、早いね、終了、まあ、3が出ればだけどね。そう、おし、じゃあ、まあ、とりあえず鎌ヶ谷行きましょう。はい、はい、じゃあこのまたふさだまにさよならして。ふさだまの漫画がこの横戸の駅で売ってます。そうそう、売ってた。薄いあの何ですか、夏とかにビッグサイドで売ってるような感じの体裁で売ってますんで、よかったらお求めください。ダイレクトマーキー、はい、私が書いたわけではないけど横戸にあるんで。横戸にある。はい、ではでは、じゃあ行きましょう。はい。